最強最強すぎる。勝ったのはサワスターズ。サワスターズお願いします。線の方さあ中継に出てきたのはスレイヤー、ダウトスレイヤーちゃうわ、辻川スレイヤー、すみませんでした。さあ時報中継戦、押重対辻川。まずはゲナ押重だ、しかしクラゲ。さあスレイヤーだ、前ゲヒット忘れにか。無駄無駄。マッサに立ち上がれファフリティ。それはもう待ち持続チートあれ。さあ下系から出し投げ TP ジャッケーワースト対策も耐えてる。一回カガード、おっと下 S からワンボンボン写真投げて、さあ押しのターンフリティ。おっとさあワースト成功フリティ前行け。どういう意味今のどういうこと、誰が説明してみます。おしげオーラちょっと出すぎやろ。おっと危ない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 今の下がり、あっ強いぞ。 TPK マップ M フェイント前 KK 今のはやばい。デッドオンガードストーンファーリオンス、おい刺したパンバレていった。さすが愛された男。マイパン空中型これはでかい。さあミリアめっちゃ減っちゃうよこれ。ミスても6割おいしい。いいさいいシャパーまれ。あっおっとやっとどっか行ったがおやおお。さあ次が強気に暴れていった。ミリアが薄いんでやっぱ暴れられるのがきついですよね。下パン暴れからね、下パン暴れからのリターンがねやばいよ。下パンから6割いくこともザラなこのスレイヤー。さあ中堅戦ケムラちゃうちゃうちゃうわ。ギブソンさん、ギブソンさんすいません。ギブソンさん対辻川、完全にチーム逆やった今俺。まあこのゲームを象徴する対戦の一つじゃないですか。ギブソン AD 対辻川のスレイヤー、コンボを組み切るのは辻川。いいジャンプ系でした。ゲット青出ないか、大会やな。それはこれはこれまだあるよ。しかし本体がいなかった。投げたのはギブソンで、しかし絶対グリッキーが入るロマン。パパ無理やり押し込んでいった。いいねスレイヤー。今日は岩崎に任せます。今スレイヤー待つみたいな感じやね。ダウンさんいて、メーカーさんもいて、高井さんと沢口もいるんじゃない。沢口さん、沢口さんに3人に止まるよ。やなんか関西から西のスレイヤー勢揃いみたいな。花田さんスレイヤーでね。あ、ごめん、気づいたら、ギブソンさんが選手にかけ投げ。さあ、スレイヤーでちょうど湯だったけど、シャガケアになっちゃった。さあスレイヤーがここはでかい AD 撃破。あとは野村ロボ、カラバイケンのみですね。あ、なかなかでもいいストッパー残ってる。いやてかこのまま勝つ気しかないメンツですよこれ。でも辻川スレイヤーこの破壊力、まあ、魔王赤い魔王でしたっけ確か。赤い魔王コンボミスしてもギルティに愛されているため勝利を呼び込む。減りすぎほんまに。安くて6割5分とかそんなんやんか普通だからね。カラバイケン対辻川スレイヤー、
heaven or hell. Do a one. Let's rock. これ拾える。これ終わっちゃった。ちょっとバーストは使うぜ。いいコンボ。端となんか美味しいということばが聞こえてきて、あ、これ確かに。エースタウンだから、これはでかい。タロウさん立ち投げて、始まれ、下げ、マギ。ここにしてるのに軽くいくぞ。はい、軽くいくぞ。おお、おっと、これはおっと、歓声が聞こえている。安心のゲットオンタイム。前系しゃがみカウンターは何でもつながるからね。辻川が3人抜きかな。さあ残るドグラロボ、最初に出てくるのはロボ界ドグラ。対して残ってるのが辻川スレイヤー、コトバイケン、ケムラエディ。これはかなり厳しいが、強キャラ3人に対してロボが1人。さあ覇者の意地を見せてくれるでしょうか。いやでかね、やっぱりね、残ってるチームどこも強いね、やっぱ。まあまあ分かってたけども、ドグラ対辻川。まあ、下パーまでからターンを掴んだのが辻川。レベル3なら2000円の対策がある。マイルカンパー、マッパー読みのマイパーに対してパイルバンガー。どうする、妖怪は一つ一つの技が綱渡り。あ、ツイッターノリノリだ。おっと、昇竜に前芸カウンター。これはおっと、ビッパー拾った。立ち合い、ネグラッシュ、キーサマー、KS、 キーエスまで辻川ノリノリ。いかがかね、なんか今日スレイヤー大会、これかわすまでいかがかね。投げたのはドグラ、オキセメ、K、B、サイル、セーダー、当たって、もう一回。サラスがある。マイケーカウンまでヒットして、レッド青から、確かにバーストの1人があるぞ。投げ、オキセメ。処理読んだ。おっと、あるある。下系足払い、オプセメにシャガハイにディファイル。勝ったのは辻川ということで、辻川大活躍。さあ勝ったのは RPG の住人。